日刊現代週末レース予想の時間です。今週も武田さんと一緒にお送りしてまいります。今週は札幌記念、そして北九州記念があるんですが、まずは先週のおさらいをしたいと思います。はい。関谷記念、勝ったのはウィンカーネリオン、おめでとうございます。めでたくないよ。まあ、2着がないって言ってたけどね。そう、2着がない。2着、でも2着入れてたら結構ね、ついたのにね。うん。うん、いや、シュリね、うん、最後の最後に白三角打つかどうか、本当はね、考えたのよ。うん、別の、はいはい、まあ、どれとは言わないけど、うん、白三角打ってた馬とね。はい。このコースの一応、去年の谷川岳ステークスの勝ち馬だから。うん、今年が、ね、ウィンカーネリアンでね。はい。まあ、持ってねえな、俺は。そうですね。まあでも本命は当たったんですけどね、馬券外れたらあまり意味ないですね。何の意味もないです。そうですね。はい、うん。無印でした。まあ、なんか次、もうマイルチャンピオンシップ直行なんていう話もあるようで。うん、はい。どうな、まあ、行く馬いなくてスローでね、前がの残る、うん、その前が首里だったっていうのがちょっと、はいはいね、はい、読み切れなかったのが情けないというか残念というか。はい。だって馬単で1万7000円もついたんだよ。うん、わあ、もったいないですね。まあね。はい。という、こういうような結果になりまして、3着がダノンザキット。まあ、そのダノンザキットも気がないみたいなこと言ってたし、ね、うん、言ってた、言ってた。言ってたね。はい。まあ、チームシカとね、お見事でした。はい、お見事でした。おめでとうございます。はい。そして、小倉記念はマリア・エレーナ。ここまで圧勝するかっていうぐらい圧勝でした。うん。惜敗してたけどね、これまで重賞で。はい。はい、ところが、まあ、五馬身差？うん。なんでっていうぐらい強かったですね。ね、そうですね。うん。なんででしょう、本当に。わかりませんね。まあ、枠とかも良かったんですかね。どうなんですかね。まあ、松山ジョッキーと手が合う印象は確かにあるんだけど、はい、うん、にしてもまあ、ここまで走るかっていう印象の方が強いけど、はい、この後どうすんのかな、うん、でもこういう、こう、惜敗続いてた馬が一つ勝ったことによって、こう、またきっかけ、いいきっかけになるケースもありますからね。うん。はい。で、また、関谷記念がウィンじゃない。うん。で、この小倉記念、金子さんじゃない。はい。今週のこの後の話に続いちゃうんだな、これがな。ああ、ほんとそうですね。うん。やだ、ほんとだ。困っちゃうな。はい。はい。ということで。まあ、今週は簡単に行きましょう、はい。そうですね。さあ、それでは、札幌記念、こちらについてお話をさせていただきたいと思います。で、今週の札幌記念はこれまでにない。はい。史上初の試み。史上初です。うまくいくかどうか。ドキドキしておりますが。ちょっと言うことが大げさですけど。はい。まず札幌の方は、本市担当、新記者と電話でまず結んでます。新記者お願いします。はい。よろしくお願いいたします。で、まあ札幌記念だけじゃないけどね、もちろん。函館でも調整している馬がいっぱいいますので、裏箱ってやつですね。うん、はい。函館開催の最初から今もで、キンランドカップの週までずっと函館にで滞在して取材する、はい、木津信之記者、よろしくお願いします。あ、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ね、4人でやるっていう。そう、4人でやる。そして、リモートっていうかね、その声が、うん、電話のお相手が2人っていうことも、初めてなんで、ちょっとね、ドキドキしてて、ちゃんと音声届くかどうか心配なんですが、今のところ多分 OK だと思いますので、進めていきたいと思います。はい。はい。では、札幌記念。札幌記念ね、まあ、はい、まず、新記者に本命を聞く前に、まあ、どの馬が札幌にいて、どの馬が函館にいるのかっていうのをね、ちょっと柱の方で、わかりやすくしました。うちからね、札幌にいる馬、アイスバブル、グローリーベイズ、ウィン・マリリン、ユーバー・レーベン・アンティシペイトの5頭と。これ以外は函館で追い切って、競馬に向けて札幌に移動するということになっています。で、札幌調整馬の中から本命、ウィン・マリリンの2位記者、根拠をお願いします。まあそうですね、
で、そう、宝塚記念はレコード決着の早い流れを5番手から、うん、前を構えに行く、勝ちに行く競馬と。まあ、直線もですね、伸びかかって2着ある勢いだったんですよね。まあ、最後はもうちょっと、止まってしまったんですけども、それでも最後の、逃げたパンサラッサをかわすように、まあ、最後まで、最後の最後までファイトしていった点を高く評価しましたと。うん。まあ、この中間は放牧に出さずにですね、美保で乗り込まれてから先週、札幌に来ましたと。まあ、何よりもいいのがですね、まあ、慢性的な右肘のコブがある馬なんですけども、はい、まあ、疲れてくるとですね、それがボール玉みたいに大きくなってしまうんですよ。はい、まあ、去年のエリザベスの時が一番大きかったんですけども、まあ、結果トマナーズの16着と。はい、まあ、それと比べればですね、今回はね、デビュー以来一番小さいというか、まあ、中身がないと。まあ、皮膚が伸びちゃってる分ですね、ちょっとペラペラしちゃうんですけども、うん、まあ、それでもその中身が全くないっていうのが、まあ、担当者の話でしたね。うん、まあ、滞在競馬でもいいですし、まあ、以前にその、阪神競馬に輸送して入れ込んだこともあったので、まあ、輸送競馬って、まあ、前回は立東経由で行きましたけども、はい、まあ、そういった意味でも、ずっと滞在する、一週間滞在して、同じ競馬場で臨めるっていうのは、いいと。まあ、落ち着いていますし、ということは言ってましたね。はい。うん、まあ、実際、追い切り乗った松岡ジョッキーもですね、まあ、宝塚記念より状態面は2割アップと。まあ、直前の雨で、追い切り直前の雨でですね、まあ、のめってストライドが伸びきらなかったものの、もう楽に、5芝で5波論64秒6の行動圏を、まあ、出してますし、当日は両馬場が見込められるのもプラスですと。まあ、状態面、そして条件が好転していますし、まあ、今回、まあ、G2、G アバ相手ですけども、G23 勝馬ですから、まあ、その人気の盲点になっている点も含めて、馬券的な妙味もあるので、本命としました。なるほど。はい。まあ、実際、これね、去年のオールカマーで、ね、はい。うん、そうですね。グローリーベイズが3着。はい。4着がレイパパで、はい、5着ステイフーリッシュ、はい、うん、このあたりに勝ってるんだよ。はい、そうですね。そうなんですよ。実際その担当者にも話したときに、まあ確かにそのオールカマーっていうのが一番状態が良かったと、うん、それに匹敵するような状態にありますよっていうことは言ってましたね。なるほど。はい。確かに人気の盲点だわ。うん、そうですね。うん。まあね、手塚さんとかユーバーレーベンもウィンマリリンもでね、結構本当に有力どころの牝馬をね、出させるんですね。どうしてもね、やっぱりまず G1 馬、うん、ビッグネームの方に目が行くけど、うん、っていうのがね。そうですね。まあでもウィンマリリンも本当にボバ相手にもね、全然勝ってますしね。うん。まあ、一応この後が、まあそんな、まだオフィシャルにはなってないですけど、おそらくエリザベス女王が一本で行くんではないかという話なので、はい、むしろだからその G1 を取るためだったら、まあここは負けられない視点かなとも思いますよね。うん。うん。なるほど。はい。で、まあ、実際、この札幌記念結構牝馬馬券になるしな。そうですね。そうですね。これまでの傾向を見てもそうですよね。うん、はい。で、まあ、牝馬ということで、相手は昨年の勝ち馬、ソダシと。うん、はい。まあ、じゃあ、ソダシに関しては函館調教馬なんで、まあ、じゃあ、気づき者は、まあ、本命だしね。お願いします。はい。まあ、ね、話題先行型っていうのもあるんでしょうけど、まあ馬も去年と同じローテーションで1ヶ月ぐらい前に函館に入ってきまして、そこから順調に調整されてますし、まあ、ちょっと一周前は重いかなという感じで、ちょっと2歳馬に追い切りで遅れたりしてたんですけど、まあ日曜日結構強めのとこやったところでですね、今週の動きは本来のキレのある動きに戻ったということで、まあそうだし、去年、レッカできるんじゃないかと。まあ、ただできても、もう2戦2勝と札幌は確実ですし、という感じですかね。はい、うん。そうですね。はい。それはしまあ、陣営の本音として、こういう、話としては、まあ、やっぱ、ベストはマイルらしいんですけど、うん、まあ、それは、洋芝適正というか、まあ、札幌適正と、まあ、小回りなんでね、そこまでは、気にしてないっていうところなんですけどね。まあそうですね。でも、まあ実際結果を出してる意図ですからね。はい。馬は
合良さそうなんで、やっぱり、はい、体もすごい張りがあって、まあ、毛でやつはよくわかんないんですよね、うん。あの馬なんで。はいはい。ちょっとピンクがかってるかなとか、そういう感じですよね。いや、いつもピカピカなんでよくわかんないね、そうですよね。確かに。はい、ただ、張りなんかはね、すごいあるんで、はい。あの、近場で見てもすごい迫力のある馬体してたんで、まあ、出来に関してはもうほぼ完璧でしょうという感じですね。はい。なので、まあ、ここは素直に。本命ということで。はい。ソダシちゃん。うん。ウィンマリリンにソダシちゃんにもなんか、牝馬ばっかり、北海道組は上げてきましたけれども。二、ね、人とも女好きです。まあね、さっきも言ってたけど、このレース異常に牝馬が強いからね。うん。確かにそうですね。そうですよね。うん。で、ニーキ社の黒三角グロリーベイズ、これ札幌調教馬、お願いします。はい。まあ、追い切りに乗ったルメールはですね、まあ、フィエールマンのライバルで、まあ、ずっと乗りたかったと。まあ、実際その中心になったドバイの時も、まあ、コンビを組む予定だっただけに、まあ、今回初コンビ、実戦での初コンビになるのは嬉しいということは言ってましたね。まあ、動きに関してもですね、フットワーク、息遣いは問題ないです。まあ、7歳で休み明けなので、フレッシュな方がいいですし、まあ、距離も、まあ、2000メートル方がいいんじゃないかと。いうことは言ってましたね。まあ、感触は良かったですね。まあ、個人的に、まあ、僕個人的にですね、まあ、左回りだと、まあ、右手前に戻ってしてから、まあ、ちょっと、やっぱりすぐ左手前に戻しちゃうんですよね。まあ、そういうことが多いので、まあ、左回りで走っている右回りの方がいいかなっていうような感触は持ってますと。持ってますと。で、まあ、実際その、陣営にそのあたり聞きに行ったんですけども、まあ、そしたら、まあ、こちらが望むような明確な答えは得られなかったんですけども、まあ、個人的には、まあ、右回り、そして平坦っていうのは、プラスなのかなと思って、まあ、黒三角にはしましたね。まあ、状態に関しては、まあ、毛づやはもう少しバリッとしてほしいっていうのはあるんですけれども、まあ、友の、もともとちょっと友が弱いようなイメージはあったんですけども、まあ、友のバランスと踏み込みに関しては問題なかったんで、まあ、状態はいいんだろうなっていう感じは受けてます。ちょっと距離不足かなって、また今回競馬が忙しいかなっていうイメージはあるんだけど。そうですね。まあ、だからそのあたり、距離はもうちょっと長い方がいいのかいと、まあ、その、僕はまあ質問したんですけども、ルメールで。まあ、そうしたら、まあ、休み明けで、なんで、まあ、気が入るから、まあ、2000メートルがちょうどいいんじゃないですかねっていう感じの答えは言ってましたね。おー。なるほど。なるほどね。うん、で、2位記者の4番手。パンサラッサ。これは、まあ、函館の調教馬で、まあ、函館の気づき者が丸ということで、はい、じゃあ、最高ですね、気づき者にパンサラッサをお願いします。まあ、ともかく、こっちに来てからの気配がいいですね。あの、すごい前進、まあ、もともとそういうとこあるんですけど、前進規制がさらにこう、あって、常にこう、ぐい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 持っていくような感じで、まあ、本来の、あの、スピードを活かせるような感じの出来になってるんで、まあ、あとは、競馬場ですよね。まあ、これは、走ったことないんですけど、着地的にはどうやっても向くんで、うん、で、まあ、追いかけてきそうなジャックが、控えても大丈夫みたいなこと言ってるんで、うん、はい、まあ、うまくすればすぐで単立、まあ、枠もいいとこ入りましたよね、だから、はい、うん、いいとこ入って、まあ、隊列すぐ決まるようならば、まあ、逃げ切りもあるんじゃないかなっていう、まあ、割とこのレースね、はい、前残りも多いと。そうなんですよね、はい。だから、まあそういう意味で、その、洋芝適定っていうのも、まあ、函館と札幌で違うんですけど、うん、まあ走りからは掴むような走りするんで、はい、まあ問題ないんじゃないかなっていうところで、まあ展開面と、まあ馬場適定もおそらくあるでしょうっていうことで、あの、僕は、その対抗ということですね。はい。なるほど。うん、まあそのパンサラッサを本命にしたのが私。はい。はい、まあ、やっぱり宝塚記念だよね。うん、さっき、まあ、ニー君の方から、まあ、ウィマリリンの時に少し話出ましたけど、まあ、早い。うん、早かったですね、本当に、ね。まあ、ちょっとね、スタートで休め打って、はい、まあ、最初、タイトルホルダーがね、の方がね、前に出てて、うん、まあ、それを、いやいや、花はこっちが行くぞと言わんばかりに、はい、まあ、押して花奪いましたけど、まあ、言うたって、宝塚記念の2200って、
まあ、4コーナーポケットじゃない、はい、スタートが。うん、で、だいたい2000メートルのスタートが4コーナーあたり。はい、だから、1ハロン目はまあいいとして、そっから、2ハロン目って坂上がるんだよね、結構。うんうん、はい、そこで10秒台のラップよ。うん、で、前半3ハロン33秒9。で、5波57秒6ですか。はい。で、1008通過でも1分45秒3、ずーっとペースを落とさず逃げて、はい、うん、で、2000メーター通過は、まあ、2000メーター、つまり残り1ハロンのところではもうタイトルホルダー先頭でパンサーラッサーちょっと下がってたんだけど、まあ、1分57秒台半ばぐらいのペースでね、飛ばしたんで、まあ、もともとやっぱりちょっと2200は長いかなという印象もあったんで、まあ、8着っていう着順にはね、もうこれは仕方ないと思います。はい、あんな強い馬にマークされて潰されたんだもん。まあ、それは、そうですね。こういう馬の、まあ、うん、運命というかね、宿命というか、うん、そういうところもありますよね。それでもね、うん、もう、ずる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 下がってもおかしくないような展開で、はい、まあ、さっき言うてたウィン・マリリンには結果負けてますけど、はい、まあ、8着1秒1差。うん、まあ、2000メーターならとは思うよね。はい、まあ、今回、そういう、ちょっときついコースから、まあ、平坦の札幌に変わる、2000メーターに距離短縮する、はい、ということで、まあ、狙い目十分だろうと。で、まあ。今週からコースですよね。うん。で、まあ、ジャックドールがね、まあ、控えてくれる、はい、だろうなっていうのももちろん、もう一つあるんだけど、はい、まあ、そもそもが早い。うん。そう。うん。アンサラッサさんが早い。で、まあ、他の G1 馬もね、はい、まだちょっと目標が先にあるだろうし、うん、まあ、だったら、まあ、パンサラッサも G1 馬じゃないかって言われたらちょっと困るんだけど、はい、まあ、逃げ切りに期待して本命にしました。はい。まあ、これいろいろ考えたんだけど、まあ、一番これがまあ、数字から予想する側としてしっくりきたかなっていう。うん、はい、なるほど。うん。はい。で、まあ、ジャックドールは結構みんな印が落ちたんだよね、今回。そうですね。これなんで皆さん落ちたんですか？二記者白三角、傷記者白三角、はい、私もと。はい。これ、まあ、函館のじゃあ、木津記者に聞いてみましょう。はい、なんかまだちょっと太い気がするんですよね。ああ、なんか。まあ、だから、追い切ってどうなるかっていうところは原稿で書かせてもらったんですけど。はいはい。あとね、もう一つ言えるのは、うん、このまま左回りっていうか、箱の問題なのか、うん、大箱のがいいのか、はい、その、大箱にこだわって、だから左回りばっかり使ってたのか、うん、なるほど。まあ、右回りになってどうなのかって、確かに、うん、競馬っていうか、追い切り見ても、大飛びなんで、うん、できれば僕、外枠が欲しいなと思ったんですけど、うち、ん、入ってちょっと窮屈になっちゃうとどうかなとか、はいはい、考えると、やっぱりちょっと主軸には押しづらいなっていう感じでしたね。うん、まあ、どっちに出るかですね、このうちがね、うん。僕はいい方じゃないと思います。どっちかっていう。ガーン。ガーン。その、ちょっとそうですね。右回りだとなんかちょっと膨らむというか、なんか張るというか、そういう感じはちょ、はい、ありますよね。左回り、だから左回り中心で使ってきたのかなっていう感じですね。左回り中心ですよね。確かにね。はい。それを本命だというのが目黒さんです。さあ、どうしましょう。私は実はジャックドールを本命にしたんですけど、うん。まあ、ずっと連勝、2連勝をね、続けてきて、前回が大阪杯、まあ初めての G1 で、うん、2番人気でしたけど、結果的に5着ということで、うん、まあ人気にまあ応えることはできなかったという形なんですが、まあそれでも、この日は、馬場もね、悪くて途中で落鉄もあって、それにしては随分粘ってくれたんじゃないかなというような印象もあって、まあ初めてで G1 でこの相手、と考えたら、まあ、合格点上げてもいいんじゃないかなっていうのはちょっとあるんですね、私的には。うん、で、まあ、今回リフレッシュして、とっても、
そのいい状態っていうのは、まあ、陣営の言葉であって、やっぱりそのちょっと太いんじゃないかっていうのも、まあ、この最後の追い切りでぴったり合うんじゃないかっていう希望的観測というか、そこにちょっと私も、期待をしてしまったんですが、展開としてもパンサラッサさんがもうさっさと行っちゃって、うん、まあ自分は別にこう2番手なんだけども、形的には2番手でも気分的には花に立ってるの気分でいけるんじゃないかなっていうような、そういうところも、まあね、そういう展開は十分あり得る。そういうのも考えてジャックドールにしました。はい。頑張れジャックドール。もうみんながそうやって。はい。まあでも大丈夫です。私は先週あれが当たったんで、小倉が当たったから大丈夫です。もう。はい。はい。ということで、武田さんはパンサラッサが本命です。そして、2位記者はウィン・マリリンが本命。木津記者はソダシが本命。そして私がジャックドールが本命ということで、札幌記念の予想をさせていただきました。人気の馬が勝っても2着には人気薄が来るとかっていうのも結構あるのもね、このレースの難しいところでもありますよ、ね。割と荒れるんだよね。そうなんですよ。定量 G2 っていう割には。そうなんですよね。うん、なので、ちょっと広くいろいろ見て、この馬はもしかしたら人気ないけど、3着になったらあんじゃねっていうような馬もちゃんと見といた方がいいかなという気もします。今回は2位記者と木津記者と4名のコラボだったんですが、いかがでしたでしょうか。この中で一人でも当たればまずはいいなという思いますね。消極的。そう、まあもちろんこの中の誰かはね、もちろんあると思うんですが、ちゃんと印を見て、2着以下もちゃんとね、印の方も見て、皆さんには参考にしていただければと思います。今回は札幌記念中心にお送りすることになりました。電話の先の2位記者も木津記者もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、今週はこの辺で失礼したいと思います。どうぞ皆様頑張って当ててください。失礼します。失礼します。